これから歌う曲の内容は僕の頭の中のこと。主演はもちろん君で、僕は助演で監督でカメラマン。目の奥にあるフィルムで作る映画の話さ。くだらないなと笑ったんなら、それでバンジーオッケー。呆れてないでちょっと待って、きっと気に入ってもらえると思うな。ここまでのダイジェストを少しだけ見せるよ。初めて喧嘩した夜の涙、個人的に胸が痛むけれど、そのまま見続け、君が笑うシーンが見どころなんだからさ。写真にも写せやしない、とても些細なその仕草に、どんな暗いストーリーも覆す瞬間。10年後くらいにはキャストが増えたりもするんだろう。今でも余裕なんてないのに、こんな安月給じゃもうキャパオーバー。きっと情けないところも山ほど見せるだろう。用事が一つになった日も、何一つ変わり映えのない日も、愛しい日々、尊い日々、逃さないように、忘れないように、焼き付けていくよ。今、目を細めて恥じない会って、永遠を願った僕たちを、僕はどんな世界を描くのかな。君ならどんな未来が欲しいのかな。世界一広い家とか描き始めたけど、やっぱりやめた。何気ない日常、無理だな。生涯一の名作さ、oh, baby。例えばポケットにクッキーを見つけたら、それをバレないようこっそり食べてしまうように、みんなと分け合って笑っていれるような、そんな人がヒーローって呼ばれる世界の方がいい。奪い合う love、 その度にすり減る heart、 小さな星を透
作ってみないか。何気ない一言に花束を、何気ない優しさに完成を。今は名もなきエキストラだとしても、いつか世界を救う未来の君がヒーローさ。クープチフォー題名のない、こんなありふれた今日が僕たちが作り出した生涯一の名作さ。 Trust me